雨だるさん体操で雨によるだるさを解消。秋雨前線の影響ですっきりしない空が続き、体のだるさや気分の落ち込みなど雨だるさんが増えています。その不調は天気痛かもしれません。天気痛というのは低気圧や気圧の変化などで自律神経が敏感に反応し、頭痛などが発症することを言います。さあ、ではここからは雨だるさんを解消する体操をご紹介していきます。まずは皆さんタオルを準備していただいて首にかけてください。その後タオルを斜めの上方向にゆっくりと引っ張ります。斜め上45度の方向に力が加わるようにしてください。目線も斜め上にして首がアーチ状になるのを意識していきます。そのまま全身の力を抜いて10秒間ゆっくりと呼吸をしていきます。さあ、そしてその後はうなずくように顎を上下に10回動かします。これが1セットですね。これを10回ほど繰り返すようにしてください。雨だるさん体操ご紹介していきました。皆さんもぜひ試してみてください。ウェザーニュースのスマートフォンアプリでは最新の気象情報のほか天気痛情報もご覧いただけます。